ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメントを一つ。富樫ゆったさんからのコメントで、あんまり画質気にならないですというふうにおっしゃってくださいます。ありがとうございます。ただ、だいぶ荒いよね。それでもね。だいぶ荒いんで、編集のところで、このドットをいかにシャープにできるか、ちょっとやってみますけれども、でもまあ、この解像度、ほんのちょっと変わるくらいで、基本的にこれは変わらないんで、申し訳ないんですけどね、結構ご了承ってやつですね、今回関しては。申し訳ない。はい。あともう一つ、焼き鳥さんから181843からのコメントです。ドラクエのナンバリング、8と10やってないので楽しみですというコメント。8をやっていないだと8をね、ぜひね、プレイされていただきたいなと思います。8が一番おすすめです、自分としてはね。だいぶ短縮させていただきましてですね。右下にポルクが、ああ、そっか、見えないのか。上下画面見せて。右下にポルクが、右の画面の右下にポルクいるんですけれども。ジェシカの手紙を、このポルクとマルクに見せて、で、この塔の中の塔を開けてあげるから、お前ジェシカ連れて帰ってこいって言われて、今に至ります。で、そこら辺の下りはカットしちゃいました。着いた着いた。ジェシカ姉ちゃんはこの中だぞ。はーい。じゃあ扉を開くぞ。この扉はな、村の人間にしか開けられないようにできてるんだ。どうなってるんでしょうね、そこら辺の仕組み。お前今疑っただろ。嘘だと思うなら試してみろよ。実はもう試したんだ。開けられなくて。ほら言った通りだろ。この扉には村の人間しか知らない秘密があるんだ。こんな時だからお前の見てる前で開けるけど、この扉の秘密は絶対に誰にも言っちゃダメだからな。よし、じゃあ開くぞ。それそれだったら誰でも入れるじゃん。手伝えるのはここまでだ。オイラは村に戻るから、ゼシカ姉ちゃんのこと頼んだぞ。はーい。それだったらね、空いてるの。でもまあ、それでも空いてたら不審には思うくらいなのか。ほんとそれくらい破られないっていうことなんだな。さあ、ということでね、リーザスの塔に入っていくわけなんですけれども。どういう順番で行けばいいのか忘れたな。ただ、この中の敵が、強かったことを覚えてるなぁ。まあ序盤だから確かにレベリングしないっていうのもあるんだけど、大丈夫かな。一応武器と防具は整えてはきたけども、ちょっと不安ではあるな。まあ、今回はエンカウント制じゃないから、触れたらバトル制だから、スルーすることが可能だからね。確かこのカエルが毒にしてきてめんどくさかったんじゃなかったかな。そんな記憶があるようなないような。200ゴールドか。今はお金、うおぉ、タホドラキいたのね。まあ、タホドラキくらいなら、問題ないかな。おぉ、さすがに素早いな。ヤンガスの方だけ守備力上げて、主人公は大して防具はつけてません。うん、買ってこなかった。ちょっと不安だけどね、ホイミスライムいるのか。マタンゴ。なんか、あったっけ？おっとっとっと。ちゃんと反応してくるのか。あんまり戦闘シーン、雑魚戦は見せる必要はないと思ってるんだけどね。お、ほんとだ、人面だ。33クラス耐えるか。やばいな、相手のヒットポイントの高さに驚愕している。いや、ヤンガスだって20くらいダメージ食らわせられるのにだよ。で、ブーメランで一番頭で大ダメージも受けるやつが耐えるってマジかって感じするけどな。ちょっと不安だな、今後が。今のとこ入っちゃうとあれなんで、でもこれ内側から鍵が、あ、かかってない。こっち側は入れるんだ。なるほどね。開けておきましょうか。OK。外すだけで OK ですね。で、これ上行けますね。下にも行けるし、
上にも行ける。塔なんで上に上がっていくのが正解かと思いますが、もうすっかり忘れてんなぁ。どう進めばいいのかとか、全然覚えてないや。上に上がってけば正解。ん？ああ。敵と戦わずに中に入っちゃいましょう。アイテム回収は裏でやればいいからね。あー、なんか覚えてるような覚えてないような。おほほほ、まさかの忍者タイプ。階段は一つだけか。あー、なんか全滅したような記憶があるな、ここで。あー、なんかしたような気すんな。違ったかな。この回転扉、壺がありますね。あざーす。もうなんか壺を壊す実況みたいになってるけど壺と樽を壊す実況みたいになってるけど、まあ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 、落ち着いていきましょう壊したくなるのはね。おっと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 、カエルさん。あ、なんもなかった。あ、そういうことか。上に登る階段ですよ、的な。ということは、こっちかな？あの丸点気になるんだけど、なんだろう。自分はマップ見ながら、あ、これか。この丸点は台座だったのか。まあ、皆さんはね、マップを見てないからね。とりあえずこれに上がって、ここ上がって、うん。ここ行けますね。あ、なんかベビーデーモンっぽいやついましたね。メラミを唱えた。しかし、MP が足りなかったっていう定番の、あれを見ることができたかもしれないけど。ホイミスライム。これ入っちゃっていいかな？なんか奥の方行けば、あ、待った。違う。奥の方行くと先に繋がってるんで、マップ的には。こっち行けばアイテムかな。すご、正解。ドッケしそうか。まあいいか。逆祭はパッと見？ ありましたね。オッケーオッケー。うろこの盾か。あ、そうか。残念だな。買っちゃったな。まあ、主人公もつけられるから、つけるか。これで守備力30。ヤンガスが守備力33から6くらいの間でしたかね。結構高いんですよね。川の腰巻きってやつがね、だいぶ高かったです。防御力。まあ、序盤だったら5、6上がるくらいだったらね、買っても全然いいかなって感じはしますね。メラミ来い！リスナーさんのために。おい、ヨナズン！かっこいい！ザラキ！マジか！すげえ！自分の想像以上の魔法を覚えていた。恐ろしいなぁ。この時点でもしイオナズなんて食らったらもうとんでもないことになりますからね。やりスキルで OK。これで一戦突き覚えましたね。ヤンガスはそのまま斧で行くと思うんだけどなぁ。5ポイントか。そうですね。人情とかもね、口笛か。口笛。まだいいと思うんだけど、とりあえず残しとくっていう手があるんで、うん、残しときましょうかね。スキルポイントは、前の実況と似たり寄ったりになっちゃいそうで嫌なんだけどな。まあ、仕方ないですね。ベストな割り振りっていうのがどうしてもね、あるからね。象の両眼には美しい宝石が光り輝いている。おー、出た！あんたたち。とうとう現れたわね。リーザス像の瞳を狙って絶対にまた現れると思ってたわ。イサを殺した盗賊め、イサと同じ目に合わせてやる。ちょっと待ってこのアルバート家はアルバート家は魔法戦士のね、
血筋ですからね。待て、私だゼシカ、私の声がわからないか。お兄ちゃんイケボすぎ。ワロタ、サベルト兄さん、その呪文を止めるんだゼシカ。私を殺したのはこの方たちではない。止めろったって、もう止まんないわよ。サーベルト兄さん、本当にサーベルト兄さんなの？ああ、本当だと思う。聞いてくれゼシカ、そしてそこにいる旅の方よ。死の間際、リーザス像は我が魂のかけらを預かってくださった。この声もその魂のかけらの力で放っている。像の瞳を見つめてくれ。そこに真実が刻まれている。あの日、塔の扉が開いていたことを不審に思った私は、一人でこの塔の様子を見に来た。そして、悲しいな。なんだと？質問に答えろ。貴様は誰だ？ここで何をしている？我が名はドルマゲス。ここで人生の儚さについて考えていた。そうか、こう来たか。自分はフリーザ様的な感じの声を想像してたんだけどな。ふざけるな！どうしたことだ？剣が抜けん！悲しいな。君のその勇ましさに触れるほど私は悲しくなる。このパターンもありだね。ありだね。私の名を忘れずにいてくれるというのか。なんと喜ばしいことだろう。私こそ忘れはしない。君の名はたった今より我が魂に永遠に焼き付くことになる。さあ、もうこれ以上私を悲しませないでおくれ。その全てを我が人生の誇りと思おう。君の死は無駄にしないよ。リーザス像は全てを見ていた。旅の方よ、リーザス像の記憶見届けてくれたか。私にもなぜかはわからぬ。だがリーザス像はそなたが来るのを待っていたようだ。願わくばこのリーザス像の記憶がそなたの旅の助けになれば私も報われる。ゼシカよ、これで我が魂のかけらも役目を終えた。お別れだ。いや、どうすればいいの？お願い、行かないでよ、兄さん。ゼシカ、最後にこれだけは伝えたかった。この先も母さんは
お前に手を焼くことだろう。お前は自分の信じた道を進め。さよならだ、ゼシカ。何たることじゃ。あのサーベルトとやらを殺したやつめ、間違いなくドルマゲスじゃ。おっさん、いつの間に。なぜかはわからんが、サーベルトとやらもまたわしらにドルマゲスを倒せと言っておるようじゃ。彼の思い、決して無駄にはできんな。これでまた一つドルマゲスを追う理由が増えたということじゃ。それじゃわしは馬車で待っておるぞ。じゃじゃねえよ。でよく一人で上がってきたな。敵強かったのに。ゼシカは泣き崩れている。あ、ねえ、名前もわからないけど誤解しちゃってごめん。今度ゆっくり謝るから。だからもうしばらく一人でここにいさせて。ごめん、少ししたら村に戻るから。ここはね、何も言わずにね、さらっと人にしてあげる優しさをね、見せるべきなんですよね。とか言ってみたりして、はい。さっとね、リレミトでね、出てね、さっとね、ルーラでね、リーザス村に戻るとね、なぜか先にゼシカが帰ってるっていうパターンでしょう。話の内容が初見の方はまだ見えてこないんじゃないかなって感じはしますけれどもね。まあポイントとしてはね、賢者ってとこでしょうね。あとすでに二人殺されているっていうところなんですかね。で、うん、武器あたりにもね、ちょっと注目していただきたいなとは思いますけどね。はい、じゃあまあ簡単なキーワードをね、軽く流したところで、今回はここで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。